いいいいやいましたね吉さんいいです、ね、あの勝てる勝負じゃないとやらない人ってほとんど勝負ができない人じゃないですかねどんな勝負もやってみないとわからないしやったあとでもよくわかんないんですよね実力がきちんとあって勝つってこともあれば運に助けられてるってこところもあるしまあ勝負でもビジネスでも相対関係にあるんで結局はまあ私なんて思うんですけどねその自己アフィリート最初にやった時に あの縛りを設けたんですよ上と下に。下っていうのはどんなにパソコン初心者、インターネット初心者でもメールアドレスの取れる人じゃないと参加しちゃダメですよっていうふうなハードルを設けました。このハードルが高いのか低いのかっていうのはもうね、判断していただくしかないんですけども、とりあえずメールアドレスが取れる人は参加できますよっていうふうな、そんなハードルを引きましたよねで。上のハードルも引きました。あまりにもレベルが高い人が来たら、私のセミナーに1万9800円の価値を感じれないから、だから、 ネットで1万円以上稼いだ人は来ないでくださいってやったわけですよ。ね。そうするとメールアドレスは作れる。でもネットで1万円以上稼いだことがないっていうまさにストライクゾーンが来るわけですよね。そこで私が自己アフィリエイトで2万円稼げる方法を教えればみんなすごいってなるわけですよ。だってセミナー中に稼げるわけですからね。まあ言うことないですよねこれでね。まあそういうふうにして確実に稼げるかどうか分かんないけども一丁かけてみるかっていうふうに。 小さな一歩を踏み出した人に、その小さな一歩が大きな意味を持つってことなんでしょうねで。私もネオヒルズ塾に入った時にね、まさか1億円稼げるなんて思わないですよ。ただ、言われた通りに全部やって、それで稼げなかったら、詐欺で訴えて、それで賠償金で稼いでやろうぐらいの気持ちありましたよ。ね。だから、何かに参加するってことは、あのどんな手を使ってでも稼ぐぜぐらいのね。それこそ違法行為とか騙してっていうのを抜いてですよ。 でも時にはそのぐらいの気持ちで騙してでもいいから稼ぐんだとかねもうレジの金をかっさらってでも稼ぐんだぐらいの,あのその気持ちででもビジネスっていうのは稼ぎ続けないといけないから不正をすればストップがかかったりとかマトリックスアフィルトみたいなあのもうマーケットにいらんなくなるっていう状態があるんで、まあ、だからね誠実にやるしかないしリピートしていかないといけないんでねだから即果塾っていうのも結局ハードルは3万円なんですよ でも、そっか時に一度入ったら、月収100万は、すぐじゃないけども、必ず来るんですよね。で、つい先日も3年目で、月収120万突破した人がいて、ズームライブに参加してくれましたよ。その人は、月収が100万超えたんで、残金の27万、ボーンと払ってくれましたよね。安いですからね。いや、もっと払ってもいいぐらいなんですけど。で、個別コンサルも、有料でいいんでお願いしますと。あんまりにも高かったらダメなんですけど1時間ぐらいいかがでしょうかみたいな感じでね。 じゃあ1万円で1時間やりましょうかって言ったら「安い!」って感動しましたよね。まあ、そういう風なもんだと思うんですよ。だから相対的に安く感じさせることとかねそれは結局売り上げを上げるってことだと思いますし同じ即果塾なら即果塾ドリアカならドリアカのそのチームの中に同じ目線から稼ぎ上げた人がいるってことでしょうね。そして最後にやっぱりね億万長者合宿のことを話に出たので言いたいんですけども結局 ステージを見てる側なのか、ステージで見せてる側なのかってことなんですよね。少なくともステージで見せてる側にいなければ、それはビジネスにならないですよ。いつまでも、ね、入場料払って映画を見ている。ね、確かに面白いかもしれない。でも映画が終わった時って、ただお金を払って思い出ができるだけですよ。だからスクリーンの方に行かないと。映画を見せる側にね。舞台挨拶する側に。 そうすると、今度は入場料を払う側から入場料をいただく側になるし、次回作も期待しますってなると、次のリピートも、まあ、勝負がね、できるってことになりますよね。だからステージのどっち側にいるんですかってことですよね。い